お疲れ様です。今日はこの犬鳴きトンネルっていうゲームやります。ホラーゲームです。前やったあの事故物件っていうゲームの作った人がまたあの新しく出したホラーゲームですね。まあちょっとあのレトロチックなあのなんていうんですか画質であの作った人のやり方なんですけど、まああの犬鳴きトンネルってあの実在するじゃないですか。僕も聞いたことあるんで、九州かどっかの方にあるのかな、なんか今閉鎖されてるっていうような、まあ多分そこに入っていくんであろうと思うんで、まあちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今夜こそやってやる、やるんだ、俺にはこれしかないんだ。うん、動作、これアクション、うん、オプション、うん、何や、ちょっと待ってな、オプション、はい、よくわかりません。何？ここがトンネルの入り口かな？どうなんだとね。何や？何？ん？何？何すか？何これ？何や？ん？何なんこれ？このカメラは強い霊力を感知した場合、顔認識が表示される時がある。こんなカメラ持ちたくないわ、ほんまに。てか、なんでお前おんねん、右下に。もういっちゅうねん。何これ。登るのは難しそう。ということは、ここ登らなあかんってことか。にゃーん。なんかあるか、周りに。ん？お。橋があるやん。これやろ。これ使うねんやろ、どうせ。9でアイテムドロップ、うい、あれ取ったな。あ、じゃあ登りますね。多分これで登んねんやろ。うい、登る、はい、登ります。登ってどうなんねん、入るんかな。うん、うん、あ、登ってんな。行こうか。気味悪っ。なんかね、よくテレビで心霊のとかで犬鳴きトンネルとか、ね、犬鳴き村っていうのがあったんかな、なんかあったんかどうか知らないですけどね、都市伝説かもわからないですけど、結構有名じゃないですか。で、まあちょっとスチームで出てたんで、ちょっと買ってみよう思って、これあの買って今やってます。まあね、結構有名な心霊スポットなんで楽しみですけどね。ゲーム、どんなゲームなんか。ん？これ道分かれてんのか。こっちにも行ける、こっちにも行ける。どっち行ったろ、まっすぐ行こうか。これがアップ、あ、進まれへん、これ進まれへんな。戻ります。左やな。まあ、こっちでいう生駒トンネルみたいなところかな。あるんですよ、大阪に。旧生駒トンネル言うて、自分行ったことないですけどね。まあ、行く気もないし、なんか途中で閉鎖されてるところらしくて、なんかね、よじ登って行ったらなんかすごい怖いらしいです。あー、このゲームどんなんやねん。これがアップか。まっすぐ行ってんねんけど、これでええんかな。なんかあるかアイテムみたいな。これ前回もね、あの事故物件やったんで、なんとなくあのこの人のやり方は分かってるんですけどね。なんかあの黄色いなんかが見えるんで、ものがあのドロップするアイテムがあったら。にゃー、これカメラを持ってんねん、なんとなく写すねんやろ。心霊写真がなんか撮ってこい思ってんのかな。あー、久しぶりのキーボードなんでね、肩凝りそうで怖いです。本当にちょっと前まで首が痛かったんでね。え、キーボードでやるとどうしても自分肩凝るんでね。なんかあんのか。ここまた道分かれてる。どっち行ったらいいんかな。けどどっち行こう、まっすぐか右、もう右行こうか。まあ、トンネルでこんな道なんか分かれてるかな普通。あ、行ける、あ、行けんのか。こっちだってんのかな、ほんまに。俺適当に行ってんねんけどな。なんかあるぞ、井戸か。何これ、何、何やこれ。登れるやん。登れるし。何これ、車かなんか壊れてんのかな。まあ、よ、行こうか。走れよ。
走れよ、ほんまに。このまま行きたいと思いますね。左上にこれ時間見てね、4分48秒。右にナンバー44。100-0044。死ね言うてるみたいなもんやな、これほんまに。44って。ほんま、2005年10月27日って。だいぶ昔やん。車あるで、お前。とか潰れてる。潰れてるというか、誰かおる？おらんか。こっちにもあるやん、車。おるか？おらんな。重機ある。ん？これを使って道を。先に鍵を見つけないと。鍵を見つけなあかんのか。これを、ちょ、え？これを、え？今これを使って道をって言ってたよ。先に鍵を見つけないとって。お前、この重機の免許持ってんのか？この、多分、瓦礫みたいな取り除くと思うんですけど、鍵をってね、エンジンをさ、俺らでもかけれるかもわからんけど、無理やで、こんなお前、教習所通った、ねえ、通ってる奴らじゃないと。鍵どっかあるかな？落ちてないっすかね、どっか。ん？ん？何これ、鳥居みたいなやつか。お、何、神社みたいになってんの、ここ。こう行ける？まっすぐ。行かれへんか。鍵あるか？お、行けるやん。行けんの？鍵あるか、どっか。多分ね、鍵を見つけるんやと思います、多分。怖いなぁ。こんなとこ絶対汚いわ、一人で。二人おっても絶対行き込みもないわ、三人おっても。おちょ、山みたいなとこ上がってんねんけどな。これでええんかな。お、なんか、あるぞ、なんか。ね、これ。休憩するところか。おぉ！え？え、何してんの？え？なくなってんのか？それなく死んでるわな、ずっとこんなヘルメット被ってるやん。顎ひもちゃんとしてんねんな、これ。え？何してんねん、これ。ねえ、ジャッキー・チェンの映画とかでこれ腹筋とかしてたけど、動かないんで、多分お亡くなりになってると思います。ほんまに、なんかないかな、この家に。家入られへんか。なんかあるかな。何やこれ。ちょっと待って、なんかある。ん？引っ張る。そりゃ引っ張るよ。引っ張ってどうなるんかわからんけど。こんなとこね、引っ張って、引き出しみたいになってんのかな？ん？引っ張ったからって何もなってへんぞ、お前。え、あのおっちゃんが、あれになってるとか、生き返ったとか、そんなんちゃうの？この辺やったよ。この上らへんやったんちゃう？あれ、どこやった？あ、まだおるな。お、あれ？開いた？開いた。何？白石さんの犬は毎日、黒竜でいいんかな？黒竜が封印されたという石の前に立っている。犬やな。石に近づくものがあれば大きな声で吠え、決して近づくことができない。あの飼い主である白石さんですら石に近づくことができない。ほうほうほう。読み終わります。犬や。犬。犬が、さ、犬鳴き村やからな。犬やな、そら。それだけ？これだけ？地震か、地震？え？地震かいな。おぉ、なんかあるな、これ。何？俺なんか持ってんの？今、右に。わからん。どうなの？俺右に何を持ってんの？一体。なんかある？おっちゃん。あれ？おっちゃん。あれ？この辺に。あれ？この木ちゃうかった？この木ちゃう、あ、ま、こっちか。あれ？今なんか見えたな。おぉ。なにこれ？ここに奥へ手が。あれ？え？ちょ、おっちゃん。
作業員の人、上からこの木から落ちてきたんや。何これ。鍵か。ちょっと待てよ。鍵やな。鍵拾ったな。これなくなってんな。向こう死にかけやんな。はい、じゃあ、これで、重機動かしたいと思いますね。重機で、瓦礫か。多分そうなるやろ。腕前拝見しよう。ちょっと。専門的に、ああいう仕事してる人じゃないと、あんな無理やで、普通。こっちでいいんかな。降りてってるからやってるな。で、まあ、前回ね、ああいうゲーム、この作った人のゲームやってるんで、まあ、多分ですけど、バッドエンドと、いいエンドがあると思います。まあ、いいエンディングと悪いエンディング。で、まあ、ホラーゲームなんでね、どうやったらいいエンディングなのか悪いエンディングなのかわからないんですけど、自分は悪いエンディング狙っていきます。ふ、思んないんでね、普通に終わっても。エンジンをかける。はい、エンジンかけます。うい。お動かすんか。バックの音強だな、今。お、終わったん、もう。え、終わった。え、終わってる。で、しかも早い。仕事が早い、この人。主人公。この辺でもう一回やるかとか、あ、なれへんか。早い。俺こんな綺麗に取り除いてるぞ、お前。こんなにこんなに。行こう行こう行こう。どうやったらバッドエンディングなんのかな。前はね、あれ、事故物件の時何やったかな。何や、お祈りかなんかせえへん、すんの忘れたらバッドエンディングやったんや。多分。で、自分はいいエンディングになってもうたんで、一発目。で、撮り直して悪いエンディングになったんですけどね。もう自分は最初から悪いエンディング狙いますね。ねえ、こんなゲームやってて、いいエンディングで終わってもなんかあんまり面白くないと思うんで。このままでいいんかな？ういねえよ、ナンバー44100044。しほんまに。これ死ねえ、言われ、たたられてんだよ、ほんまに。うお、車ある。ベターってつけとんな、これ、お前。おい、誰がおるか。俺、おらんわな。仕事してた人やろな、軽トラやから。ええ、あいつ走っていけんかった、今。え、動いたよな。誰かおったんかい。なあ。なんだお前その怖っ。引かれるところやないか、ほんまに。えらいベタベタにつけとんな思ったら。うわ、よいしょ。こっちでいいんかな。これね、自分ね、肩凝るんですよ。今もちょっと違和感あるんですよ、肩に。これね、キーボードでやったら。キーボードでやるのもいいんですけどね、ほんまにね、長時間無理なんですよ、ゲームは。普通に Excel とかワードする分には全然いけるんですけど。自分結構ね、コントローラーでいけるゲームはコントローラーでやるんですよね。もう肩凝るんで。待て、俺戻ってきてんのか、これ。戻ってきてるやん、ごめん。間違えてるやん、こっちやん、こっち。ごめんなさい。すいません、進みます、こっち。肩がほんま凝るんでね、ちょっと前、寝違いというか、枕の高さを間違えて、首がずっと痛くて、最近マシになってきたんでね、あんまりちょっとキーボードでやると痛いんで、こっちやったな、こっちに消えとらんてな、この辺にベタベタにつけとってんな、あいつ、この辺。ふぅ。よいしょ、まっすぐかな。最近はね、ほんまにルイジマンションとかやってたんで、まあ、ちょっとこういうね、ガチガチなホラーゲームっていうの久しぶりなんですけど、ちょっと楽しみます、これは。ええのん撮ってくれよ、これ。写真撮んのかな、これ。幽霊出てきたら。ん？こっちやな。何やこれ。ん？またこれも動き出せへんか。何これ、バスか何かだかな。いやな、なんで左ハンドルやねん。ほんで、日本やのに。
これ左ハンドルやろ、これ。アクセルとかブレーキはないな。ハンドルだけあるな。なんかあるし、お、なんかあるぞ。ほい。白石さんの家の犬をよく思ってないのが松田さんだ。松田さんは土地の拡大を考えている。考えたとき、あの石が邪魔だったらしい。石を残したいが、犬がいるせいで近づくことすらできない。だから松田さんは石を、白石さんにいつもしつこく話をしてたが、白石さんでも犬をどうすることできないので話を平行する。うん。石が邪魔やな。読み終わります。お、ここから出れんねえか。ほい。行きたいと思いますね。ほら、合ってんな。犬が邪魔やねんな。あれ、ここにもある。ん、ここにもなんかあるか。これ何？あ、これさっきの、これさっきの車違うやろ。じゃあ、俺こっから乗ってきたんか。こっち行かなあかんねん、こっち。行きますね。マップがなかったらええねんけどな。走れよ、ほんで。お、なんか出てきた。ん？お、地上か？トンネルか、ここまだ。ん？切れない、えらい。トンネルか、え、トンネル？ん？なにここ。なにトンネルではないな、もう。何や。4音時計。1974。ほんで？墓か、これ。墓やな。墓や。どう見ても墓やな。ん？高橋さん。1978。俺の1個上やん。最近白石さんの家の犬がよく吠えている。松田さんがあの石に近づこうとしているからだ。あまりによく吠えるのでうるさい。と松田さんが犬以上に大きい声を出している。犬以上に大きい声を出している。とうとう今日我慢できなくなった松田さんが、斧って読むのこれ。斧で犬を殺してしまった。やったらあかんで、そんな。その時の犬鳴き声といったら聞くに聞く絶えないものだった。そして白井さんの怒りに満ちた症状、増田さんは構わず石を動かした。あかんで、そんなんやったら。読み終わるよ、こんな。読みたくもないわ、こんな。犬にね、斧で、何最初に来たやつは数時間後に溺れた、最後に来たやつは数分後に焼き殺されたって。何やねんそれ、ほんまに。何これ。時計を動かしますか。いいえ。待て、これなんか謎解きやな、これ多分。最初に来たやつは数時間後に溺れた。時間やろ。時間。最初に来たやつは時間。だからあの、あれや。10時、11時、12時とかのやつ。最後に来たやつは数分後やろ。分や。最初と最後。意味がわからんな、最初と最後。ちょ、待てよ。最初なんかあの、墓に19なんぼとか書いてたな。これ鍋やん。1961、ちょっと待て。なんか紙かなんかに書いときます。1961。はい。1961な。最初と最後が大事やねんな、多分。ここもあるな。1978ね。1978。はい。これだけちゃう？これだけかな？まだある。まだあるかな？あるな。鈴木、1991。1991。今、はい、3人。他ないかな？お、ここもある。山ちゃん。1974。これだけかな？ちょっと待ってね。ちょっと確認します。ここはもう見たか？
中村さん、1966、1966、おらんわ。1966、おい。何か置いて、ここに何か置いてあったみたいだ。そこら辺に落ちてないかな。うん、了解。ちょっと待って待って、これは俺これさっき見た、あ、山ちゃん見たな。これ鍋やん。1961ってあったな。これだけかな、ひょっとしたら。ん？あ、これさっきやつやな。こっちは、もうないか。渡辺さんは見たな。1957、あれ ?1957。あれ渡辺さんってもう一人おれへんかった ?1957。佐藤見てないな、俺多分。1990。待て、お前、いっぱい、何人おんねん。もうこんないっぱい墓あんねん、ここ。1940。1940。めっちゃおるぞ、お前。もう出てこないといてや。ただでさえ俺あれやのに、お前。肩凝るのに長いことやってたら。もう墓開けるのこれないか。ここ、お、何なんすか、ちょっと待って、なんかレーダーみたいに光った、俺のスカウターが。ん？なんか。あ、これあれやな、落ちてたっていうやつやな。どっかにあったな、なんかここになんかないか、なかったかってやつ。これは、何やった、あ、鈴木さん、1991はこれ、見たな。山ちゃんも見たな、1994。あれ、あ、これ、まあ、起きますね、ここ、なんか知らんけど。うい。で、これで、時計いきますね。謎解きなんで、これ多分。中村さん、1966。よっしゃ、前持ってる。ちょっと待って。どこやったあいつ。あいつさん、時計どこや。真ん中らへんやったかな。ん？あ、これ。あ、小林さん、1942。小林さんは、俺書いてなかったな。1942、1942。めっちゃあるやん、墓あるやん、ここに。トンネル出たらお前墓かいな。違う、時計どこや、時計。さっきの。時計どこ？時計あったやん、真ん中らへんやったんちゃう？あれ？どこやろ？どこや？あ、これか。ちょっともう一回読みますね。最初に来たやつは数時間後。最初は時間。最初。最初、一番だから年数が。俺の間違いかな？どうやろう？で、最後が分や。1940年の人が時間。で、最後の人が分。ということは、俺の間違いやったら、俺の間違いかもわからんけど。ちょっとやってみますね。多分やけど、1940やろ。これどうやって動かすね。動かすね。待って、どうやって動かすねこれ。え、これなんで動かすの。ああ、これか。これやろ。で、91やろ。1分ちゃうか、多分。違う？なんか鳴ってんで。これでええの？で、どこ行ったらいいの俺は。トンネルがここやから、進もうか、こっちちゃうか、多分。え？どっち行ったらいいの？え？こっちでええんかな？お、金網みたいなのある。あ、開いてる！あ、さっきは多分ここ行かれへんかったんか。そういうことかいな。なんかあんぞ。電話ボックス。ポケットベル持ってるとき、よう公衆電話入ったんですけどね。入れんの？でも、家かけるわ。助けてくれ。お前が言うんかい。これ電話から言ってきますね。ほんま。はい、出るぞ。あれ？
あれ？あれ？待て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 。俺閉じ込められたんか、これ。ええ。出れませんね。電話かけよう思って、お前、受話器逃げたら助けてって言われて、ほんまに。ちょ、出られへんって、お前、これバグか。自分の悪いところなんですけどね、なんかあったらすぐバグか、いうところ。オンラインゲームやってて、下手くそなやつに限ってラグか、ラグかって言うんで。さすがにそれは言わないですけどね。下手くそですけど。ちょっと待って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 。お前、俺出られへんって、これ。おーい。うぅ開きましたやん。何やってやるな、結局、この人。助け。またなんか、お前、スカウター光ってんで。何？誰かおんのか？怖いからいかんとこ。まあ、こっち進みたいと思いますね。なんかあるかな？ん？これ道なり合ってんのかな？これで。これ犬鳴村に進んでんのかな？なんかね、テレビ小さい頃からなんかね、年に1回か2回なんかこんな、聞いた記憶があるんで、犬鳴村とか犬鳴トンネルとか。この近くに住んでる人はたまらんでしょうね。また車あんぞ、これお前。中に何かが見える。うん。びくともしない。開けられへんのか。何があんの？ちょっと待って、見えへん見えへん。何これ、なんか見えんな。ビクともしない。なんか開ける何かアイテムが落ちてるはず、この辺に。ちょっと探しますね。ん、なんかある。これか。これちゃうな。なんか落ちてんと思うんだけどな。こないだの事故物件もそうやったんで、なんか周りになんかそう言ってヒントとなるようなアイテムとかがあるんで、なんかないか。バールのようなもんないかな。あれを開けないといけないんで。何で開けんのかな？なんかある。これか。これで開けんねんな。はい、戻りますね。こっちで多分いいと思います。これまっすぐ、車のところやな。さっきの。ん？こっちでいいねんやろ？あれ？車ないか？車。右が、あった。お前。揺れてんだよ、お前。場所間違えてんだよ、お前ら、ちょっと。開けたいと思います。トング。トングって焼肉、あれちゃうの？掴むやつちゃうんかな？掴むというか、焼くやつ。トングを使う、はい、使います。あ、俺、建築用語とか分かってないかな？トングってなんかそんなイメージするけど。ん？何？え、もう開いたん？もう開いたんかって。ねえ、これ。何？何これ？斧？なんでお前、俺斧持ってんねん。え？俺が殺人鬼なんか。なんで斧なんやねん。なんでやねん。ちょっとまあ進みます、とりあえず。この斧を持ってどないすんのかな。これ道なりに行きますね。ちょっと暗いですけど。ん？進まれへんやん。なんかある。木を切り倒す。いいの？切り倒して。切り倒してどないすんねん。ん？え？どうなったん？おお！ああ、木を切り、こいつほんまあれ、素人でも木なんか切り倒すめんどくさいやろ、ほんまに。斧は持っとっていいんかな、俺。まあ、とりあえず今進んでるんですけど、どこ行ったらいいかわからないんですけどね。とりあえず頑張ります。バッドエンディング目指して。このままでいいのかな？なんかないか。お？今、ワンって聞こえたな。どこや？おる？誰かおる？こっちでいいんかな？ほんまに。
どっちや、山の方上がっていくのかな。なんか見えてきた。塀みたいな。こっち？これ、何やこれ。ここなんかありますね。ここ入るんかな？いや、入られへんか。ん？ここ何？ん？何やってんのここ。あれ、何これ、入り口ではないですね。あれあれあれ、これずっと壁沿いに来てんねんけど、じゃあ行き止まりっていう意味かな、それか。行き止まりって意味か。なにお前。犬おるやん、犬。あ、挟まってるのか。かわいそうに。助ける。当たり前やん、そんな。見えへんかったわ、犬って。どこ行った、あいつ。おい、元気か。怪我してないか。斧持ってるけど、俺何もせえへんで。お、歩いてる。こいつについてったらいいのかな？うい。どこ行く？道案内してよ。どこ行ったらいいかわからん。この斧方まだ使うんかな、それか。え？うーって今聞こえた。犬が言うてんのか。ん？俺どこ行ったらいいの？ほんで、こっから。ですね、なんかあるはずやねんけど、こっちでいいのかな？ちょっと待って、わからんようになってきた。ふぅー。犬鳴き山。ここに入れて。入らせてもらいます。なにこれでいいの？ここ、なにこれ。待って、ちょ、アイテムこれ、アイテム取ら、落とさなあかんのか。ロープ、クランク、バケツが必要だ。ロープ、クランク、バケツ。な、言われても、お前、どこにあんねんて。斧か。まあ、だっこあるね。多分ね、このゲームの人は、近くに置いてくれてるんで、いつも。まあ、前回ね、事故物件やってるんで、よかったら見てください、本当にまた。どこや。多分近くにあるんやと思う。ねんけど、いまいちあれがわからんな。まあ、ここはちょっと明るいな。なんかあるか。これは？ちゃうか。橋、俺この橋渡ったかな？渡ってないか。ちょっと渡りたいと思います。なんかあるぞ、そこ。バケツあるやん。井戸。貞子みたいなやつが出てくるかもわからないですよ。うい。置いた。行きます。橋渡ったところですね、多分なんかあんの。俺、橋どこ行った？あった。暗いからね、わからないです、全然。橋渡ったら何ある？ん？建物みたいなのある、なんか。なんかないか？なんか見える。何？これ何？お寺の鐘がある。鳴らすには丸太が必要だ。丸太もいるんかい。なんかあるぞ。何？スコップ？ちょ、今スコップいらんやろ。これ。三つ子という名の女性のことを聞いたことあるか？ない。
俺はその女の声を聞いてしまったんだ。信じられないかもしれないけど、言う通りにしろ。よく聞け。地蔵を倒しているのは絶対あの女だ。あれはお地蔵さんたちを嫌っているに違いない。だから彼女が見つからないように、一番短い通りの近く埋めた。あともう片方はちゃんと俺のところに隠しておくから、後でまた伝える。他の地蔵さんたちを全部見つけたら掘り起こすのを忘れるな。ほい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 、わかったぞ。掘り起こしちゃあかんねん。じゃあ、ほんまはいいねんけど、これ掘り起こしてお地蔵さん置いたら、多分、いいエンディングになります。もう掘り起こさんぞ。お地蔵さんも、あれですね、これロープやな。待ってたらダメです。バッドエンディング目指してるんで。何が起こったのかわからないが、今見えるのは荒れた村と黒い雲に黒い竜。知っている顔がいくつも倒れている。私は足から血を出ているものを生きているらしい。だから今までの出来事を少しだけ残していこうと書いている。今黒い雲から一筋の光が地に落ちてきた。ふんふん。荒れていて定かではないわ。あそこは松田さんが犬を殺してしまった場所 ではないだろうか。俺けど犬と一緒におるけどな、今。その犬とまた別か。光の中から誰かが立ち上がったように見える。あれは人か。あれは、ここまで途切れてて、あとは血で濡れている。にゃー。血が濡れているってお前最近書いたんかいな。ちょっと外周行きますね。井戸のところに、このまずロープを持っていかんとダメなんですけどね。で、丸太って言ってるんで、丸太も必要ですね。ちょっとまあ、とりあえずこれまた井戸に持っていきます。ほい。この橋渡ったところやな、井戸は確か。俺、どっち行った？じゃ、橋渡らんでも井戸行けるんか？あれが井戸か。これ井戸やったな。あれ、俺、橋渡ったような気がしてんの？気のせいか。いい。あれ、置かれへん？あれ？違う。あれ、俺、ロープ、どこ置いてきたんか？あ、俺今ロープ置いた？あ、ロープ置いたんかな？あれ？俺今ロープ拾ったよな。あれ気のせいか。まあいいわ。ちょっとまたさっきのところ戻りたいと思いますね。ここやったな。丸太はどっか落ちてないかな。丸太。あれ？じゃあ俺間違えてんのか。じゃあ井戸と違うんか。とか右手に行っちゃおう。あれ？わからんようになってきたぞ、ちょっと俺。これが俺さっき入ったところやな。俺ロープ拾ったよな、どっかで。ロープどっかに置いた、俺。うん、これ丸太がいるところや。俺呼んだやんな。あれ？俺ロープどっか置いたんかな？にゃ。ふぅ。で、ここにスコップとかあったところやろ？せやんな。そうそうそう。で、俺スコップいらん言うて、で、ロープをここで拾って、あれ？え、俺、わからんやった。ロープ置いたんかな、俺。いや、違う。箸ある。別に橋は渡っても渡らんでもいけんねんな。てか丸太ないか、どっかに。なんかあんぞ、これ。何これ。何？ん？お。あ、丸太あった。オッケー。これ何？うぅ。こいこいこい。何？何？こいこいこい。行かれへんようになってんのか、ここから先は多分。なんか分からんけど、とりあえずまた丸太で鐘鳴らしてきます。暗いから分かりにくいわ、さっき言ったところは。ここやったよな、ちゃうか。ん？ここじゃなかった？ごめん、ここじゃないか。あれが井戸やな。井戸やな、これが。バケツとか置いた。ちょ、お前、さっきのお前、あれが分からんようになったやん。
どこや、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 どこや。待て、お前、場所がわからんようになったやん。どこじゃ。あ、これ。いや、あかんね。見つけたらあかんね、お嬢さんはもう。その、バッドエンドにするためにはもう、やったらダメです。あ、これ、あかん、行ったらあかんところや。ちょっと待てよ。ですね。ここが。これ丸太で、金をついたらいいんやな、多分。ほい。これ疲れへんかな。うい。うい。え、どうなんの。なんかある。ん？取られへん？あれ。どうやって取んねん。しゃがまれへんやろ、これ。なんか拾った。あれを多分井戸に持っていくと。これね。あかん、右手に見えるって、俺ロープどっかで落としたんかな、ほんだら。ロープどっかで落としたかもわからないですね。落としたんか？これ置いたんかな、俺。なんか、持ってた記憶があんまりない。え、これで、これで OK か？全部揃った。やったな。あ、ほんだらもうこれロープも全部終わってんな。置いたもんな。あれ？あ、これか。移動を使う。おいや、ロープもいけてる。オッケー。移動を使う。お、使います。貞子が出てくるのか。何が出てくるのかわからないですけど。どうなる？ん？何？どんなんだったの？移動使ったよ。え、移動使ったけど、なんか変わった今。おい、移動使ったけど、どんなんだってんほんで。え、移動使ったよ。あれ、なんか変わったか今。あ、ライター。これ先進めるってやつやな。取られへんやんけ、お前。おいしょ。ですね。どこやったあれ。ろうそくのところ。ちょっと待ってね。ろうそくのところは、ちょっと待ってな。どこやったかな。どこか近くにあったよな、あれ。雑音みたいなノイズが走るところ。お嬢さんはもうちょっと行けへんぞ、俺は。バッドエンディング行くから。藤沢さんはどこ、ろうそく、ろうそく、この橋の近くやったかな。ろうそく立てるところ、ここではないか。もう暗いわ。どこや、どこや、どこや。あ、じゃあこれ井戸やな。どこやら、この辺なんですよ。この辺なんですけど、どこやったかな？雑音入るところ。あれか。これやな。はい。ではこれで火つけたいと思いますね。ふい。いすい。これで多分雑音入らないと思います。ん？行かれへん？あれ？行かれへんの？あれ？あ、行けた行けた行けた。もう右手にライター持ってるで。これでいいんかな、ほんまに。キノコやん。ん？これ？こっち、こっち？これはいかれへんのか？へぇー。なんなんすかね、次は。次はどんな謎解きなのか。俺は掘り起こさんぞ。どっち行ったらいいの？これ走るんがあったらええねんけどな。デッドバイとかみたいに。ねえ、他のホラーゲームの走るってあんねんけど。ん？これまだトンネルか？まだトンネルか？トンネルっぽいっすね。いやー、ほんまね。
遊び半分でね、こういうところ行ったりするやつらとか僕らの周りでもおったんですけども、自分こんなん絶対無理ですね、怖いんで。ほんまに怖がりなんで、めっちゃ。まあちょっと進んでいきます、このまま。どうなるのか。なんかあるか。これ抜けた？あ、抜けたか。このゲーム足音だけやん、ずっと俺の。何？ SOS。 電話？警察を呼ぶ。はい。警察呼ぶってな。なんで警察呼ぶねん。これですぐ来るはず。来てくれよ。なんか、ないかな。え？え？うわ！なんか変なの来た。え？え？え？なになにこれ。え？カメラ落ちてんの？これ。ひび割れてる。おお！誰か歩いてる。え？なんか言うてる。あれやね。カメラ倒れてんな、これ。で、あれ、なんか、え、誰か女？女の人っぽい、白い服着た人。こっち来るんか？え？どうなってん？お？あ、Uターンすんの？あ、向こう行く。おぉ、行った。え？俺はどこにおんねん。な、うぅ。え？え？うぅ、うぅ、こっち見てる。福岡県。宮若町、藤岡、28、若いな。行方不明になってる。10月27日、深夜未明、地元の警察によって明らかにされました。藤吉は行方、まあ、じ、めんどくさい。うん、誰にも追わず、壊れたビデオカメラだけ近くに落ちていたとされています。警察の調べでは、不条氏は最近人気オンライン動画サイト、死ね死ね動画。死ね死ね動画。あかんで、こんなん。そうするべきや。近づけたらあかん。はい、無事、バッドエンドだと思います、これが。まあ、まあ、こういうゲームでした。はい。また、機会があれば、まあ、いいエンディングはしてないと思うんですけど、また、やっていきたいと思いますね。また、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。